しい3デザインのバージョン10が出るということで、はい、そのプロモーション動画を作っております。森本先生と、アンバサダーの春菜、そして、鈴穂社長の鈴木社長と3人でお送りしてます。はい。今日は、どんな内容で？そうですね。3デザインのちょっと変わったね、ところなんですけど、また特徴的でもあり、はい、うん、さらに進化した、はい、ツールですね。VTN の機能とかね、はい。そうですね。VTN の中。ね。ちょっと発売を前に、はい、VTN の機能を、あっと驚くような、ありますか、先生。はい。そうですね。うん、VTN の、画面がね、大きく変わってるので、じゃあちょっと画面の方に切り替えていきます。はい、まず今までついてたアドバンストパフェですね、はい。ここが結構大幅に変わってるんですよ。ですからちょっとやってみましょうね。アドバンストパフェって前からありましたっけ？ありますね。あ、はい。あったんですけど、はい、さらに進化して使いやすくなったっていうのがありますね。はい、今じゃあ見てみます、はい。はい。面を選んでいただいて、これこう開きますね。まあこの辺は従来と変わらないのですが、うん、例えば1のところで、まあ 1.5 とか適当にこう配置していきますね。アドバンストパフェってそもそも、この面に対してたくさんダイヤを当てはめるみたいな、そういう機能ですかね。そうですね、はい、そうです。だから、フラットなところにダイヤを置いていくのってそんなに難しくないんですけど、こう波打ってる面とか、はい、リングのちょっとカーブの形状が違うものにパフェを入れていくっていうのって、ね、以前はすごく一つ一つ角度をつけなきゃいけなかったりしたんですけど、うん、今3デザインだとこういう形で一瞬でもうカーブに対してパフェが、そうですね、90度に配置されますね、うん、っていう、はい、そういう機能です。そうですね、うん、ただこれ変わったっていうところがですね、はい、まず、こういった表示のところなんですよ。はい、実は距離を表示とかこうすると、ここで自動計算でもだいたい距離を勝手に、まあ、決まってるんですけど、ここで距離が出てくれる。はい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 。これは非常に使いやすいです。例えばここが 0.2 くらいなんですけど、はい、ここいくつくらいあるのかね、うんうんうん。こんな感じでこう変えてくれます。あ、なるほど。じゃあ、はい、目分量だけじゃなくて、これが実際に地金がどのぐらい残って爪が立てれるかということも、ね、見ながら計算できるということですね、はい。計算できますね。非常に使いやすいですね。今までここはじゃあ目分量でやるしかなかった。そうそうそう。サイズ。まあ、あとはスケールでいちいち測るか、はい、別のツールを開かなくても、はい、今回はそのまま勝手に測ってくれると。はい。これ便利ですね。それとですね、例えば、直径を表示ってすると、はい、ほら、直径が出るんですよ。今までこれなかったんで、ここに何ミリがあるんだろうっていう。はい、ああ、これはすごい便利ですね。便利ですね。うん、結構リメイクのお客様で、たくさんパフェ、はい、もうダイヤが、はい、それこそ 1.5 から 1.8 とかね、2ミリ以下のダイヤたくさんお持ちのお客さんって、はい、こういうダイヤいっぱいついたのを頼んでくるケース多いんですよ。そうですね。うん、でも一個一個石のサイズに合わせてっていうのをやろうとするともう、はい、途方に暮れるケースが多いの で、ね、これはすごく便利だと思います。そうですね、便利ですよね。うん、まあ、こういったところにもね、はい、ちゃんとこう、今何ミリをいくつ使ってるんだろうとか出ますんでね。データも出るんですね。出ますね。じゃあダイヤの計算とか、発注もすごくしやすくなるっていうことですね。はい、そうですね。あと、まあ、衝突管理、こう入れると、はい、うん、離していくと、うん、まあ、こう、普通なんですけど、うん、まあ、これ衝突管理入っちゃってますから。ここでちょっと外してみましょう、うんうん。衝突管理っていうのは最初に入れとくと、それで分からないんですけど、その場合は今度は中に入るとほら、赤くなるんですよ。うん、はいはい。こうやって。ああ。ですからこう、結構これだけでも便利ですよね。うん、これ以前なかったんですね。なかったですね。じゃあこの衝突管理機能っていうのがあることで、必ずその枠からちゃんと、ぶつからないところに配置するっていうことを、そうですね、勝手にやってくれるようになる。そうですね。うん、その上で少し距離を外したいとこと詰めたいところとっていうバランスを見れるということですね。で、さらに便利になったのはこのカラーですね、はい、うん、こうやってもうカラー分けてくれるので、はい、今までは他のツールで例えば配置のところを
データ上で色付けしてましたよね先生。そうですね、うん、ですから他のツールを開いて色付けしてたんですけど、うん、ここで一気にできちゃうんですよ。ですからこのままスクリーンショットに撮って職人さんに渡していただければもう、うん、はい、バッチシですよね。ありがとうございます、はい、これはすごい機能だと思います、はいはい、まあ、V10 の機能ね社長どうですか。一部ですね、うん、はい、多分森本先生がフランスで習ってきてからもういろんな機能でした、うん、ご紹介できないとたくさんあるんですけど、はい、代表的なことですけどね、このパレをねいっぱいこう掘り詰めていくとか、はい、この情報を書いてくって CAD を作るだけでもめんどくさいんですけど、その情報をメモすることが結構大変だったりするんですよ ね、 そうですね、デザインがちょっと変わるとまたメモも変わってっていうので、はい、情報管理がすっごい大変なの で、 ね、これで、まあ、ちょっとした、ね、うん、表現だけでも、うん、全体的にかかる時間が圧倒的に変わってくる、変わります、変わります、もう、うん、例えばここで閉じて新たに他のツールを開いてカラーをつけてっていう作業だけでもかなり時間かかるんですよ、うん、それが一発でこう出るってことはやはり、うん、多分5分の1ぐらいになりますね、これに関して言えば、はい、すごい作業時間の短縮になります、はいはい、今日はね、たくさんある機能の中から、はい、いましたけど、はい、本当にね、作業性が上がるってことは、うん、まあ、皆さんね、疲れを取ったり生産性が上がったりすることですから、はい、うん、発売の方が、8月の2日になってますか、はい、はい、で詳しいねこういったセミナーの方を9月の、JJF ですね、ジャパンジュエリーフェアの方で、甲府の方ですね、そうですね、まあオンラインもやりますので、うん、ぜひそちらで期待してみていただけたらと思います、はい、でバージョンアップでも新たに始める方でもですね、多分難しいっていろいろね話あると思うんですけど、簡単な機能から、まあ、使ってる方にはやっぱり生産性を上げるっていうと、ね、うん、それだけに役に立つとかと思いますので、ぜひご期待いただけたらと思います、はい、バージョン10のオンライン講座の方ももう森本先生と準備をしておりますので、発売とほぼ同時ぐらいからスタートしていけると思います、はい、では今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、期待ください、はい。